こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、自分がね、ネットビジネスを始めたばかりの頃、まあね、一番最初にちょっとね、情報商材をね、買った時にね、インタビュアーをしてたね、まあインフルエンサーの方がいらっしゃいまして、その方は結構ね、 YouTube だったり、まあ LINE アットとかブログとか、そういったものでね、情報発信をしてまして、まあインタビュアーやったりね、結構ね、まあネットビジネスのをやってる人では結構知ってる人が多い、その方のね、動画でね、なんかね、貧乏脱出計画なんて、そんなね、タイトルのね、動画が上がったんでね、まあそのね、タイトルに惹かれてちょっと見てみました。それでね、まあそのインフルエンサーの方もね、まあ40何歳かわかんないですけど、40代までねサラリーマンやってたんですけど、突然リストラされてしまって、それでね、2年間なんかね、仕事が決まらず無職で、それでね、まあ貧乏をね、経験したところから、まあこう成功していった、貧乏を脱出したっていう、そんなね、まあ経歴があるんで、まあ貧乏を脱出した方法っていうのはやっぱ気になるんで、ちょっとね、それをね、見てみまして、そのね、話をしてみようかと思います。はい、それでね、3つのね、まあ方法っていうか、3つの大事なことがありましてね、まず1つ目っていうのが、がむしゃらにやるっていうことですね。がむしゃらに、まあね、ネットビジネスとか、ビジネスっていうとね、まあ、ネットビジネスかですと、何がをやればいいかっていうと、やっぱね、アフィリエイトとか、まあ、物販転売とかね、そういうふうにね、よく言われるんですが、まあ、初心者の方とかね、まあ、最初お金がない時どうすればいいですかって言うと、アフィリエイトだったり物販を勧められますが、アフィリエイトっていうのはね、結構ね、流行り廃りがあって、 SNS をね、活用することが多いんで、 SNS がね、まあ旬なものがあったりとか、まあそういったのもね、ちょっとね、あるんで、あんまりね、まあ勧めないとか、そういったことは言ってなかったんですが、やっぱね、がむしゃらにやるんだったらね、物販をやった方がいいっていう、そんなね、話をしておりました。本当にね、まあ隙間時間とかね、寝る時間もね、削って、もう必死になってやって、それでね、まあがむしゃらにやるのはね、長い間できないんでね、まあせいぜい3ヶ月から半年ぐらいがむしゃらにやりましょうっていうことを言ったんですがね、自分はね、まあ、ネットビジネスやってずっと稼げなかったんですが、まあ、メンターをねつけて、まあ、物販をねやっぱ教えてもらった時は2ヶ月間ね、本当がむしゃらにやったのをね覚えております。本当にね、隙間時間とかね、まあちょっとした時間、お風呂を入るね時間もね削ってとかね、そんな感じでね、物販をねやって、それでね、最初の1ヶ月で数万で、まあ、次のもう1ヶ月であ、やっぱ数万か、最初2、3万だったんですけど、まあ2ヶ月目はね倍っていう風にね、まあもっとね、がむしゃらにやればもっともっと稼げたかもしれないですけどね、今度ね、それを教えるっていう側にね、シフトしたんですけど、ちょっと教えることはね、まあそれができなかったっていう、まあ、経験があるんですが、2ヶ月間はとにかくね、がむしゃらにやったっていう、そんなね、まあ経験はあります。はい、なのでね、まあ、貧乏を脱出する、まず一つ目のね、ポイントはがむしゃらにやるっていうことです。それで二つ目がですね、タイミングがね、大事っていうことを言ってました。一番わかりやすい例ですと、まあ、ビットコインですよね。まあ、2010何年とかね、5、6年前からビットコインね、まあ、やってれば誰でもね、その頃はね、稼げたっていうことで、本当にね、その頃ビットコイン、まあ、仮想通貨ですよね、それをやった人はね、タイミングが良くて、まあすごい稼げたんですけど、今はね、仮想通貨暗号資産って名前ね、呼び方変わったんですけど、なかなかね、まあそれで稼いでるって人はね、少ないんじゃないかっていうことを言ってたんですがね、何か始めるときやっぱタイミングがね、すごく、まあ、大切っていうことはね、話してたんですが、そのね、タイミングをね、どうやったら知るのかって言ったら、やっぱね、人脈しかないっていうことはね、言ってました。それで僕のね、タイミングでね、すごくね、こう今ね、タイミングだなっていうふうにね、思ったのがあるんですがね、自分物販のね、コミュニティ、転売のコミュニティにね、入ってるんですがね、まあ1000人弱ぐらいね、まあそのコミュニティに
にはねいるんですがね、無料のねで仕入れられる案件とかねこう教えてもらうと、やっぱね一斉にそれをね買うっていうか注文して申し込んでね無料でみんな仕入れて、それをね一斉にねまあ出すとね、やっぱねこうたくさん出てくるんで、どん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 ね、まあ、ね崩れしていって、まあ、それでね安くしても売れなくなるっていう、そんなねことをね今経験しているんですが、やっぱねそのねその情報が流れたタイミングですぐそれをね、まあ、仕入れてすぐね売るっていうね、そういったねそのタイミング、まあ、本当にね短い期間でバーってね一気にねそれがね出てくるんで、メルカリとかそういったので、なのでね、まあ、そのタイミングってすごいね大事だな、まあそのねインフルエンサーの方が言ってたタイミングとはねちょっとね違うかもしれないんですけど、自分もねそのタイミングちょっとねまあ、仕入れるのが遅くなってしまったり、出品するのが遅くなってしまったら、こう思った値段でね、まあ、最初このくらいで売れるっていう画像までねもらってるんですけど、その値段で出してもなかなか売れない、なのでいろいろね工夫して、まあ、プロフィール変えたりとか、商品名のねところに即日発送しますみたいな、そんなねことを入れたりとか、いろいろ工夫しないとね、まあそれなりの値段で売れなくなってしまうっていう、そんなね、まあ、タイミング大事だななんて、そんな風にね思いました。それでね3つ目、最後3つ目はね、なんかねこれがねちょっと自分はね分かんないんですけど、グレーゾーンのビジネスをするっていうことを言ってました。グレーゾーン、まあね分かりやすい例をね出してたんですが、まあ、タイマー、まあ、日本に仕入れてそれでそれを売るっていうのはねちょっとできないですよね。それは完全なブラックなんですけど、まあね、タイマーは吸えるところはどこどこですよっていう、そんなねことをね発信したりすると、まあねそういったことをねするっていうのはちょっとモラルに反してるんですけど、そういうところでね、まあ、こうアクセスを集めたりして、それでねやるっていうことです。まあね厳しい感じでね言ってたんですけど、貧乏人がねそんなグレーそんなねグレーゾーンのねそんなことをねできるかみたいなね、そんなことをね言う資格もないし、まあそういうのからねやっていかないと、まあ貧乏をね脱出できないっていう、そんなね話でした。まあ自分のね知り合い、まあ直接の知り合いっていうか、ネット上の知り合いの方もね、まあ、タイマービジネスっていうか、まあ、アメリカの方のねタイマーのね、まあ、医療タイマーとかそういったののね株とか、なんかちょっと詳しくはね分かんないですけど、そういったのをね、まあ、取り扱ってるようなね方も いますんでね、まあ、そういうのもねグレーゾーンなのかなとか、これからだよみたいな、そんなことをね言ってたのをねちょっと思い出したんですがね、まあ、そういうのもタイマーって聞くと、そんなのやって大丈夫なのかな、そんなの扱って大丈夫なのかなとかね、まあ、直接タイマーを仕入れてそんな何かするんじゃなくて、まあ、そういったタイマ関連のね株とかそういったの投資とかするんでしょうかね、まあ、そういったのもねグレーゾーンなのかなとかね、ちょっとねグレーゾーンのねこうどういうビジネスかっていうのがねちょっと分かんなかったんですが、まあ孫正義さん、ソフトバンクのあの方もね結構ね、まあ、新しくやるビジネスとかそういうのはね、まあ、いろんな省庁とねこうすごいバトルを繰り広げて、それでね、まあ、法整備をしてってっていうことをしてたんですが、まあ、自分らがね孫さんみたいなそういうことがねできるかって言ったら、まあ、できないと思うんですけど、まあ、グレーゾーンの、まあ、仕事ビジネス、それをね、まあするといいっていう、そういうねことを言ってたんですが、ちょっとね具体的にっていうとねちょっとわからないななんてね思いました。それでねまあそういったね時間とかそういったのもないって人はね、やっぱね投資をするしかない、投資をして貧乏を脱出っていうんですけど、投資っていうとね大きいお金で、まあ年利 3% とかそんなようなね感じをイメージするかもしれないんですが、まあ、貧乏な人はね元手が少ないんで、まあ、5万とかそういったので投資をして、まあ、ハイリターンなねそういったものにね投資をするんですけど、これもねやっぱね
先ほど言ってたように、タイミングがねすごい大事で、そのタイミングっていうのはね、そのね投資するものがね始まったばかりのものか、始まる前から参入するっていうことを言っておりました。そういうのはね、ハイリスクハイリターンっていうことなんですけど、こうずっとね1年ぐらい続いてるもので、買いがね20万とかいるものとか、そういったのをねもし知ったとしたら、そういったのをね1年も続いてて、それでね買いも20万人いるから安心だって言ってね、それで始めるのっていうのはね、もう全然手遅れっていうか、自分もね結構仮想通貨系のねハイプっていうやつで、みんながね元本回収したよとかね、そんなね話を聞いてから参入したら、やっぱねみんなね飛んでしまったっていうのがね、4つとか5つとかね、そのくらいあります。なのでね、投資とかそういったのっていうのはもう始まったらすぐやって、それで元本回収してちょっと儲けたらすぐ手を引くみたいな、そういったねタイミングがねすごく大事っていうことを言ってたんでね、とにかくね貧乏をまず脱出するためには、そんな悠長なことを言ってないで、ハイリスクハイリターンのものに、タイミングもそういうのが始まる前に参入するとか、始まって直後に参入して、それでやってやるっていうことがね貧乏脱出につながるっていうことなんですけど、やっぱね成功してる方っていうのはこう普通の考え、うちら僕のね凡人の考えですと、そんなね危険なことをみたいなね風に、思ってしまうんですけど、そこをね飛び込む勇気、そういったのもね必要なのかななんて思いました。それでね、さっきのね物販のねタイミングの話なんですけど、タイミングってこうその情報が流れたらすぐにね申し込んで仕入れてみたいな、そんなねことを言ったんですけどね、もうタイミングとやっぱスピードですよね。自分はねスピードがね大事だなーなんて、こうこれ大丈夫かなとかね、そんな風にね思ってたら、やっぱねそういうチャンスをね逃してしまうなーなんて、そんな風にもね思いました。はい、ではね今日はねそのインフルエンサーの方貧乏脱出計画っていう、もうそんなねタイトルでねもう惹かれて、それでね見てその内容をねちょっと話してみました。はい、ではね今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。